ですね、ここまで話してて、ちょっとお分かりのようにですね、この映画、千と千尋の感覚してですね、実はホラーなんですよ。基本ホラーで後半のファンタジー要素がすごい楽しく作ってるし、あとそのホラーな現場に入っていって、その中で千尋が千という名前になってですね、あの、働くのでですね、よく分からないんですけれどもですね、全体的にあの、ホラー映画としてこの、 最初のですね、30分ぐらいは割と作られてるんですね。今回ですね、今日のアップグレード動画で扱うのは、千と千尋の神隠しですね。宮崎駿監督の映画としてはですね、最も評価された作品で、あの、やっぱ上映のアンケートでも一番多かったそうなんですね。で、日本の工業記録は300億円以上。まあ、未だにですね、破られてない工業記録。アニメのみならず、日本の,あの映画の工業記録としては最高のものでですね、2020年現在でもですね、この記録を破られておりません。 ジブリ映画の中でも千と千尋が一番好きという人が、まあ、あの、一番多い作品でもあるんですね。えー、しかしですね、ここまで、 みんな見見て好きで、誰でも知ってる作品であるにはかかわらず、じゃあ、千と千尋ってどんな話っていうと、なかなかパッと答えられないんですね。っていうのは、千と千尋のですね、お話っていうのはね、多くの謎があるんですよ。例えば、神隠しってどういうことなのとかですね、あと、千尋たちが迷い込んだ世界というのは、どういう世界なのか、えー、顔なしとか白の正体っていうのは結局何なのかっていうのはですね、割と、 ふわっとしかわからないように作ってあるんですね。で、今回はですね、そういった謎を一つ一つ解明することで、千と千尋の神隠しという作品をちょっと考察してみようと思います。題して、究極のホラー映画。そうなお、千と千尋の神隠しということで、ホラー映画として見るとすごい分かりやすい構造になってるんで、えこの視点でですね、見てもらおうと思います。千尋がですね、この不思議なものに気がつきます。これはあのさっき話した杉の木ですね。 立てかけられてる鳥居の根元の方にですね、石で作った小さい家がいっぱいありますですね。えー、この小さな家は神様の家ですね。石の祠ですね。がですね、こう見てもわかるかな捨てられてるんですね。いっぱい捨てられてるんですよ。よーく見るとですね、この通り過ぎるですね、この まあまあまあ、この石のほこらですね、屋根とかが外れてしまっているのもあるんですけども、中に小さい食器が入っているのが見えます。おそらくこれがお酒とかをですね、あの、お供えする器だったんですけども、一つだけですね、この赤い色があるのが、わかりますかね。あ赤い色があるのがあってですね、まあ、それがですね、なんかちょっと、 えー、怖い感じがするんですね。えー、この赤い色がですね、あの、まあ、映画の画面ではですね、すごくわかるように、ちょっとドキッとするような赤になっていますですね。えー、で、実はですね、ここまで話してて、ちょっとお分かりのようにですね、この映画、千と千尋の感覚してですね、実はホラーなんですよ。基本ホラーで、後半のファンタジー要素が、 すごい楽しく作ってるし、あとそのホラーな現場に入っていって、その中で千尋が千という名前になってですね、あの、働くのはで,ですね、よくわからないんですけれどもですね、全体的にあの、ホラー映画としてこの最初のですね、30分ぐらいは割と作られてるんですね。 で、えー、まあ湯婆婆に出会うまでの本当に30分ホラー映画で、でね、え、美味しそうな料理を見つけた千里の、えー、千尋の両親は、すぐ間違いない千尋の両親は無我夢中になって食べてしまうとですね。で、千尋はですね、嫌な予感がするので食べずに、両親の元を離れて街の中を散策します。そうすると、なんか無人の街ですね、えー、繁華街がどこまでも広がっていて、まあこのちょちんが後でいい感じになるんですけども、えー、ち、千尋が立ってるのがこの、 画面の端っこというのがいいですよね。であと、この影の位置に注意してください。建物がこうなっていて、で、ほぼもう真上というかですね、ほんのちょっと傾いた位置から太陽が来るんですけども、これが後々のですね、怖いことが起こる伏線になってるんですね。もう無駄がない。えー、こういう無人の商店街を見せるときにわざと主人公を左端に置いといて、影を反対側に落としてですね。で、 あくまで明るく怖いことは何も起こってないのに、これから怖いことが起こるよっていうのをですね、画面の反対側で見せるっていう方法ですね。えー、どんどんここから怖い展開になっていきます。太鼓橋のですね、渡ってですね、湯屋の前に行こうとするとですね、白い服を着た少年、白がですね、え現れてですね、戻れってここから先に行ってはいけないっていうふうに言うんですね。で、これがその白少年なんですけども、 戻れ行ってはいけないと画面の正面に向かってちょっと近づきながら言うんですけども白の後ろの影が急激に伸び始めますこのすごい勢いで夕日が沈んでるから後ろの橋の影がギューンってすっごい勢いで伸びながら彼が焦っていってるで焦って話してるうちに横顔がどんどん赤くなっていって夕焼けがどんどん迫ってきて影がどん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 横向きに伸びてるのがわかるんですよねだからもうね 中継付きもの,のホラー映画なんですよ。ここら辺ね、めちゃくちゃ怖い表現ですよね。中からですね、<で>えー、神様がですね、降りてきます。ですね。えー、中から神様降りてきて、神様もですね、神様って、特にあの、日本の神様って、あの、見えないんですよ。姿がないんですね。 え尋、ー、で、あの、は恐怖でうずくまって動けない。そこに白が、さっきの美少年がやってきて、この世界のものを食べさせてくれるんですね。この世界のものを何か食べないと、えー、消えてしまうということで、まあ、ようやっと透明になりかけていた体が元に戻ると。で、えー、さっきの油絵のですね、隣にです、ね、脇に千尋を連れて行って、えー、ボイラー室にいるですね、かまじいにですね、会って仕事をさせてほしいと頼むんだと。と 仕事をし,しない者は、ゆえを支配している、ユバーバという魔法使いにですね、動物に変えられてしまうというふうに言われます。ですね。ここまでで16分です。この16分間、ものすごい密度で、描写は完全にホラーなんですね。ホラーなんですけども、子供がギリギリ見られるホラーとして作ってる。でもそのホラーの中で欲しいシーン、例えば、やってはいけないことを両親がやってしまって、一生懸命止めるんだけども聞いてくれないとか、嫌な予感がするのに、 そこに入ってしまうとか。あと、なんだろうな。まるで吸血鬼もののように、ありえない速度で夕日,夕日が、さっきまで空高く輝いていた太陽があっという間に夕日になって沈んでいって、街が暗くなって変なものが現れてくるというですね。すごく面白い、その、ホラー映画の展開がですね、わずか16分でずーっと目白押しにやってくるんですね。本当にね、 これあのホラー映画として世界最高の面白さだと思うんですけど、あんまり千と千尋ってホラーとして評価されてないんですね。えー、千と千尋最初の謎ですね。14から謎のうちのですね、不思議な世界の謎はですね、この不思議な世界ですね。これっていうのは、何だったのかと。実はですね、この古代の神聖な場所がバブル時代に、 テーマパークを作ってしまったんですね。おごり高ぶった人間がテーマパークを作ってしまった。そのテーマパークがさらに破棄されたおかげで、いわゆるこのテーマパーク全部が幽霊屋敷になってしまったんですね。それがこの不思議な世界なんですよ。つまりこれってシャイニングなんですね。シャイニングなどのお化け屋敷ものをですね、すごい巨大なフレームに変えたもの。 だから、お化け屋敷物だっていうのを見てる人が気づかないんですね。そうじゃなくて不思議なファンタジーの世界だというふうに思ってるんですけども、導入部のあの面白さっていうのは何なのかっていうと、実はホラー映画でシャイニングみたいな恐怖ものお化け屋敷物なんだけども、それが途中でお化けたちの、なんだろうな、気持ちになってるお化けたちと一緒に働くて不思議な展開になっていくわけですね。 えー、その世界に入って逃げられなくなった女の子の話です。えー、両親は豚になってしまい自分の体もですね、どんどん消えていく。どうすればいいか、まあ。こんなね、ものすごいホラー映画が実はこっから先、ちょっとあの面白いファンタジー映画に変化していくんですね。